こんにちは、花井亮吾さん。おはようございます。ちょっとまだ起きたばっかりでね、髪も整えてないんですけども、いじめに関する動画を見させてもらいました。今までの中で一番動画の分数としては長かったんじゃないかね。尺としては長かったんですけども、半分が花井亮吾さんのためらいというかね、沈黙というか言葉を選んでるところ、まあ、丁寧に話されてるなと思いましたね、で、まあ、気になったキーワードとしては、おそらく3ヶ月ぐらい経ったらこの話題は忘れられて、1年後にまた同じ事件が起きるってことなんですよね。確かにそうなんですよ、まあ、だから私は YouTube だと思うんですよ。 YouTube では私が話したこと、花井亮吾さんが話したこと、3ヶ月後も半年後も1年後も10年後も残ってるんですよね。テレビの報道みたいにリアルタイムで話さなければ、今日は別の話題になりましたってことはないです。そもそもテレビでこの話題扱われてないようです。非常にね、闇が深いなと思います。でね、いじめがどこにあるのか、どこにないのか、隠蔽する動向ありますけども、根本的に人間が3人集まるとですよ、3人以上集まると必ず人々はいじめられてます。これね、本人も気づかないし、やってる方もやられてる方も分かんないんですけども、いじめは必ずあるんですよ。ちょっと例えてもらいたいんですけども、肩が凝った時にね、こうやってちょっと抑えるじゃないですか。心地いいですよね。でもものすごい強烈にダダダダン叩いたら、今度逆に痛いですよね。これがいじめの構図なんですよ。分かりにくいですよね。分かりやすく言いましょうか。花井亮吾さんが髪をね、ドレッドヘアにして学校に行きました。その学校は3人なんですよ。2人は七三分けか、なんかお坊ちゃまカット。花井亮吾さんはイエーって来たら、なんかね、ドレッドヘアなんですよ。それを見てね、残りの2人は、おどうしたんだよ、なんだよその髪とか言いますよね。そこまでならいいんですよ。そこまでならえへへでいいんですよね。どう、似合うみたいな感じでね、いいんですよ。でもこれはね、なんだよその髪、汚ねえなとか言い出したら、もうこれいじめなんですよね。でも髪をドレッドヘアにしたことによって、何か言われるかもしれないっていう期待と不安ありますよね。だからそれに気づかれて、ちょっといじられた、それは心地いいところがあるんですよ。肩をこうやって押さえてる。でもやりすぎると、やべえこの髪にして、なんかみんな汚いって言われた、やだなとか言われる。もしくは似合うねって言われたら、ちょっと心地よくなりますよね。つまり何が起きるかというと、3人というこの関係はどうしてもね、1人対2人ってなっちゃうんですよ。何をしてもです。そして何をしなくてもです。だから3人になると、どうしてもね、1人が軽く浮くんですよ。でもね、いじめは3人以上の時必ず発生すると言いましたけども、いじめにもこの強さ弱さがあって、心地よいいじめってあるんですよ。心地よいいじめね、例えばね、ドレッドヘアじゃなくて、私たちの時代には丸坊主があるんですよ。クラスでね、丸坊主にしてくるやつするんですよ、たまに。いろんな理由があると思うんですけど、そしたらね、おい、いじらせろって感じで、クラスでもみくちゃです。頭こうやってシャリシャリやって、で、女子とかもこうやってね、気持ちいいみたいな感じでやるんですよ。この程度ならやられてる方も気持ちいいんですよ。ちょっとこっぱずかしいですけどね、ちょっとやめろよみたいな感じでね、心地よい、まあいじめと言えないレベルのいじめでも、見方を変えたらいじめにもなり得るかなってことですよね。でもそこには特に悪意はないんですよ。1日2日もすれば、それはだんだん馴染んでいくんですよね。でもこれがですね、必要に続いたりとか、頭シャリシャリするだけじゃなくて、頭にね、少林寺だとか言ってマジックで頭にね、6個のこう丸を描いたりしたらどうかなってことなんですよ。まあこれは私がやったんですけどね、これはやりすぎでしょで、しつこく、そして何かをやったらこいつ嫌がるなと思ったら、その嫌がる姿が面白いからっていうので、エスカレートしてもっと嫌がる姿が見たいとかね、ともすればこの発狂してわーってなるところを見たいとかね、そういうふうになってくると、これは心地よいいじめではなくて、痛い、すごく悲しい、苦しいいじめになってきますよね。だん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 って肩を叩かれ続けたら、痛くて骨折しちゃいますよね。それなんですよ。いじめはね、なくならない。いじめ自体がゼロになることはない。それを受け入れた上で、ちょっといじるぐらいのね、本人が瞬間的な痛み、心地よいぐらいの痛みならまだいいんですけども、死ぬことはねえだろうって思うんですよね。死ぬほどやるってのは、もうこれいじめではなくて、単なる障害なんですよね。
しかもその障害っていうのは分かりにくい、うん、でどんな障害かっていうとね、あの今あの SNS をはじめとして LINE のグループとかでね、その繋がるっていうのが厄介なんですよ。っていうのが過去のいじめっていうのはとりあえず学校にいなければ何も起きなかったんですよ。登校しなければいじめっ子も家までやってきてどうこうってことはないんですよね。逆にですね、いじめっ子を避けて仮病を使って学校に来なければ、いじめっ子が気にして今度登校してきた時に大丈夫みたいな感じで気使ったりするんですよね、うん、そういう作戦もあったりするんですよ。でも SNS があったり LINE やメールがあることによって学校に行かなくてもつながりはなくなってないんですよね。でしかもメールや LINE 見なければいいんですけども、見てしまったりね、で見なくてもこんなこと書かれてるんじゃないだろうか、こんなこと噂されてるんじゃないだろうかというふうに、ものすごくね心理的圧迫が毎日24時間350日あるわけですよ。だからもう笑えないですよね。自分の知らないところでどんなあることないことが広がってるんだろう、自分のこういった恥ずかしい画像とかが今度はどこまで行っちゃってるんだろう、それは5年後10年後20年後30年後どんなトラブルとなって自分の人生に立ちはだかってくるんだろうという不安で、もう先が見えなくなっちゃいますよね。そしてね、うん、この旭川の女の子の立場で言えば、自分のお母さんが見たら本当に悲しむだろうなとかね。でその時彼氏ができたらしいんですけども、いじめられた後にね、その彼氏にやっぱりこうこんな自分で大好きだからこそごめんねみたいなね気持ちがあったりね、被害者なのに妙な加害者感情を持ったりとかね。これね、あの女性の性犯罪になった人も同じように感じるらしいんですけども、今回も似てると思うんですよ。あのレイプされた女性がね、やり直そうと思って新しい人生を歩み始めました。彼氏ができました。彼氏と一緒にまあそういう風なね、いい感じの雰囲気になるたびに、あ、自分なんか性犯罪にあった私なのにこの彼氏ごめんねみたいな気持ちになっちゃうんですよ。この心理、罪深さ、本当に根深いですね。男性にはわからない、ここは女性の大きな優しさでありね、悲しさだと思うんですよね。だからね、人はね、過去を忘れることがね、ものすごくね苦手なんですよ。忘れられない、それがね、いいことであれ悪いことであれ、その衝撃が大きければ大きいほど忘れられないんですよ。そしてそれはね、自分を蝕んでいくんですよね。さあ、いろいろと申し上げましたけども、今度はね、先生の隠蔽体質についてちょっとお話しましょうか。担任の先生とか校長が事件を隠蔽した、これはね、本当にもってのほか許されないことですけども、逆に言えばですね、隠蔽せざるを得ないといけないようなね、そういう風土が学校や保護者の関係にあるってことも忘れてはならないんですよね。なんだかんだ言ってどんな小さな問題でも、先生が悪くなくても学校が悪くなくても、先生は家庭ではなくてね、学校のせいにしてくるっていう風潮がまず前提としてあるんですよ。それはね、防衛本能働きますよ。ちょっとしたことで自分の首が飛ぶ、自分の立場が危うくなる、そして学校に勤務している以上抵抗できないわけですよ。これはね、あの今回の事件と離れますけども、クレーマーってことにもちょっと耳を傾けるとね、匿名のお客さんはある会社に対して文句言い放題なんですよ。でも会社という組織になると同じような言葉で言い返すことができないんで、すいませんすいませんと聞いてるしかないですよね。一方的に殴られるわけなんですよ。これもまあいじめみたいなもんですけども、学校に場所を移してみると、保護者は学校に言いたい放題なんですけども、でも学校は保護者に言えないことが多すぎるんですよ。これは昭和初期には全く逆でした。学校の先生がね、家庭に乗り込んでいって、あんたの息子は何をやってんだみたいな感じでね、怒られるわけですよ。で家庭のお父さんお母さんは、いやすいません、うちのバカ息子がみたいな、よく言って聞かせますからみたいなね、これが通用したんですよ。全く逆ですね、今ね。完全に学校、地域、保護者、この関係は逆転してですね、まあいい面もあるんですけども、学校を監視する、学校のどうしようもない、できてない先生をねつつくみたいなことで、ね、機能してるんですけども、ただ逆にですね、真面目にやってるんだけども、なかなか分かってもらえないような地道な先生に対して、
地域や保護者が過度な圧力をかけるっていうところはあるでしょうね。さあそれでね、今回の旭川の学校のことにしてみると、これはね擁護できないくらい、あの先生はちょっとしょうもなかったなというところがあります。というところで、ね、全体的にですね、学校ってのは今危ない世界なんですよ。基本的には学校はもう行かせない方が子供は自由に育つと私は判断してます。当然これ私の子供にも言えます。私は学校を選ぶんではなくて信頼できる他人を選んでるんですよ。だからなるべく小さなところですね。私はインターネット、じゃあインターナショナルスクールの方に行きましたけども、基本的にインターナショナルスクールって所得の高い人が集まってるんですよね。だからまあ一定の信頼はあります。で、何が言えるかっていうと、やっぱりそこではね、しっかりとした監督が働くんですよ。まあ、いわゆる公務員が働いてるわけじゃなくて、民間の人が集まってインターナショナルスクールというね、通常の学校を運営するよりも困難な事案に取り組んでるんですよね。で、あと基本的には優等生を育てるわけなんですよ。そこは進学先ももうねすごいですよ。小学校とか中学校とかね、もう授業料もバカ高いし、なんかコロンビア大学に留学だとかね、そんなプログラムがゴロゴロしていて、なんかやっぱり私がね公立の小学校中学校というふうに通ったのとは全く別の次元が働いてるんですよね。もちろんそこにも3人以上なんとかっていうのでいじめはあるでしょうね。まあ、ただね、いじめに対するセンシティブな監視の目っていうのは行き届くんではないかなと思ってます。これ分かりません、分かりませんけども、少なくとも私は現行の文部科学省が管轄する、教育委員会が統括する学校というものの脆弱さ以上には当てになるかなと思ってるんですよね。分かりませんけどね、時代は変わりますし、10波人からげんできませんからね。たまたま私の住んでる地区では公立高校の方がいいかもしれない、公立中学小学校の方がいいかもしれない。そこはだからね、やっぱり先生と地域がどのぐらい密接になってるかってことを見ていかなくてはいけないかなと思います。おかげさまで私は町内会を運営する中で、小学校の校長、中学校の校長先生と関係は密なんですよ。でもっと言えば、うちの地区は小学校中学校と関係が密です。だからかなり信頼できるんですよね。で、小学校に入る前の子供園っていうのがあるんですよ。保育所とか幼稚園が一緒になった、そことも関係は個人的にも密なんですよね。まあ、ですんで、うちの子供ですというふうな紹介をすれば、一定のねアドバンテージはあるでしょうけどもね。まあ、逆にですね、私が心配するのは、私の息子が人をいじめないかなってことですよね。どちらかというとその資質の方が高いと思いますんでね。まあ、だから、道徳ですとかモラルをしっかりと家庭でね教育して社会に出していかなくてはいけないかなと思ってますね。ここでね、一つね例を申し上げたいんですけども、いじめられてしょうがないやつがいたんですよ、過去で。私のところに来たんですよ、いじめられて悔しいと、あいつを泣かしてくれみたいな感じでね。私はまあそういう立場だったんで、よっしゃみたいな感じで、私が頼まれればこの野郎っつってからね、ぶん殴りに行ったもんですけども、ただね、自力で何とかしたいっていう気概のあるやつに、まあちょっとハッタリの聞かせ方を教えてあげるわけなんですよ。そうするとね、やっぱり、まあ、ちっちゃい頃ですからね、勢いよく喋ったりとかね、近くのものをガーンと蹴り飛ばすだけでびっくりしちゃう子もいるんですよ。で、それが気持ちよくって、今度はね、いじめられてたやつがいじめっ子に転じちゃったりとかね、したわけなんですよね。だから精神が宿ってないとダメだなと。そして脅しで人が屈するってことを覚えたら、本当に脅しまくるやつもいるんですよね。だからより強くなったら優しさ、自分が有利になればなるほど自分に規制をかけていく、その自己規制っていうんですかね、自分を律する心が非常に大事だなと思いましたね。まあ、基本的には学校って危ない世界です。ものすごく危険なことが大きいですよね。圧倒的な先生の立場、特に小学校中学校、先生の方が圧倒的に立場が強い、そういうところあります。大きいですしね、権力も持ってますしね、生徒は黙るしかないところがあると思います。で、逆に言うと
先生や教職員は何事もなかったように生徒を一年一年送り出すというね、それが最優先になってきますんで、積極的にトラブルに首突っ込もうと思わないんですよ。生徒も多いですしね。そこはですね、ちょっとね、昭和の先生の方が気骨があったかなと。自分の24時間360日の暮らしは生徒と一緒にいる時間というねことだったんじゃないかなと思いますよね。まあこの話長くなりますね、やっぱりね。はい、で最後にね、ちょっと生活保護の話しましょう。生活保護で生活保護費を30万40万しちゃうとモラルハザードが起きるっていうんですよ。それは一生懸命働いてた人が生活保護に行っちゃうでしょっていうようなことを言うんですよ。でもそういう人は行けばいいと思うんですよ。そもそも仕事にそこまで魅力を感じてないから金になびくわけですからね。そういう人は別に職場にいなくていい。どうせ金のために働く人は大した生産性は上がんないですよ。しかも金のためって言っても月に30万40万のことでね、心が変わっちゃう人はまあ労働現場にいなくてもいいんじゃないかなと思います。もっと高いね、所得のために金のためっていうんだったらいいですけどね。ちょっとそれはそういうところは生活保護に行っちゃうっていうんだったら、そういうモラルハザードはどんどん起きていいと思うんですよ。逆に危ないのがお金がないことによるモラルハザード。これあんまり語られないんですけどもね、今の生活保護費でお金がなさすぎて物を取ったりとかね、ずるい人間になったりとか、生きるために仕方なくやっちゃったりってことがね、起きてるわけですよ。だからそれを防ぐためにも生活保護費上げる検討はしていった方がいいと思います。そして実際上げた方がいいと思いますよね。いきなり30万じゃなくていいんですよ。段階的に引き上げていく、年齢とか状況に応じてランクを設けていくとかね、そういうふうにできればなと思いながらこの活動を続けてるんですね。お金がないで例えば犯罪に走っちゃったら必ず被害者出るんですよ、ね、物を取ったりすれば被害者出るでしょ。借りたものを返さなければ被害者出るでしょ。やっぱりね、この生活保護に移行することによっては被害者出ないんですよ。働いてる人が給料が15万、生活保護が30万だったら生活保護行くよ。これ被害者出ないですよね。被害者が出ないばかりか、そういう人が一定数仕事から生活保護に行くことによって報酬が増えるんだったら、余った時間が増えるんだったら、そのお金と時間でですね、商品を買ったりサービスを使ったりしてくれるかもしれないんで、経済的にはプラスになるんですよね。被害者出ないと思います私は。まあ、でも生活保護の支給額が少ないことによる被害者っていうのは、まあ、減ることはないと思うんですよね。そういうところからいじめられたりいじめたりっていうのもあると思います、ね、あいつんち生活保護みたいだぜって、これねいじめられる一つの要因になると思うんですよ。でも生活保護所得が高かったらどうでしょうかね。もちろんいじめあるでしょうけどね、とにかく今と違った環境を作ろうと思えば、今と違った状況に変えていかないといけないですよね。今のままで生活保護いいことは全くないです。生活保護を受けて金もない惨めな思いする、何なんですかね。いやー本当にね、今回はいろんなぼやきを詰め込んでみました。いかがだったでしょうか。花山さん、いじめはダメだ、でもいじめはなくならない、なくならないんだけども、軽度ないじめなら割と心地がいいところはあります。軽度ないじめね、ああ坊主にしたのか触らせてくれ、ね、であと軽度ないじめっていうのは、いや本当これねきついからやめてって言ったら、あごめんごめんじゃあやめようねぐらいで引き返せれば特に害はないです。死ぬまでやることはねえだろうって感じですよね。そこまでやることはねえだろうみたいなところがあるんですよ。再起不能にしちゃダメですね。だから法律が介入するところまでいじめちゃダメですね。いじめってのは要するにね、ちょっとからかう程度、ね、それは相手のことをよく知ってる時できる、もしくは相手のことを知ろうとするからこそこのぐらいだったらどうかなっていうところで起きると思うんですよね。いじめがいじめにもダメだとか、いじめがいじめにも存在しないような世界を作るっていうのは、これはね不可能だと思うんですよ。人には違いがありますからね、不可能だと思う。まあそんなことですかね。私はだからね、なくならなくても当たり前だって言ってるわけじゃないんですよ。誰の心にもそれは潜んでいるんで、その程度をね軽くして深い傷を負わせないようなことで、まずはその段階に向かいましょうってことですよね。
いきなりゼロを目指してるから、またこれ難しい話になります。少しずつとりあえずいじめで死ぬことがないようにして、とりあえずいじめであいつと会いたくないってことがないようにして、とりあえずいじめで5年10年引っ張るようなことがないようにして、そういうような段階を経てですね、徐々にゼロに向けていくしかないのかなと思うんですよ。もちろんゼロにはなんないと思いますよ、私は。なんないからといって諦めるんじゃなくて、近づけることはできると思いますんでね。とりあえずは死ななくてもいいような、そんなところにならないかなと思いますね。死んだらね、終わりなんですよ、本当に。死んでしまったら、いじめた側はやり直せるんですよ。死んでしまった方は終わりなんですよ。そして忘れられるんですよね、被害者。被害者は忘れられるんですよ。加害者は忘れるんですよ。そして世の中は忘れるんですよ。なかったことになるんですよね。これでは浮かばれないなと思いますね。だからこそこうやって YouTube に残し続けようかなというところでございます。いってらっしゃい。